皆さんこんにちは、全陽堂山本整骨院の佐藤です。本日は変形性関節症にならないために大切なことについてご紹介していきたいと思います。まずなぜ変形が起きてしまうかについてご紹介していきます。変形とは、骨と骨の間にある関節に起きてしまいます。この関節の隙間があるんですけど、この隙間自体が狭くなってしまうことで変形が強く起きてしまいます。また関節の変形が進んでしまう原因にもいくつかあります。一つが体重の増加、もう一つが筋力不足で、一番大切なものが筋肉が硬くなってしまうことです。筋肉は関節を支えたり、その関節を動かしている骨を動かしたりするために必要なものになります。で、筋肉が硬くなってしまうことで、骨と骨が引き合い、関節の隙間を狭めてしまいます。このように狭まった状態のまま関節が動いてしまうと、内側にある軟骨、あとは半月板ですね、こういうところが削れてしまい、負担が大きくなります。さらにこれがずっと長い期間で続いてしまうと、変形が進んでしまい、いわゆる変形性股関節症、あとは変形性膝関節症などのような症状につながってしまいます。ではここから関節の変形をしないために大切なことについてご紹介していきたいと思います。変形をしている方はストレッチなどのセルフケア、あとは日常生活動作での、負担のかからないようにかばいながら生活をしていることが多いです。しかし、一番大切なこととしては、この関節変形性関節症で痛みが出てしまってもかばわないように生活をすることです。なぜなら、変形性関節症の変形が進行する原因の一つとしては、安静にしてしまい、関節を動かさないことで変形が進んでしまうことです。かばう生活をしてしまうと、体に無駄な力が入ってしまい、関節と関節の隙間を狭めてしまう筋肉の硬さが生まれてしまうからです。このような体に力の入ったような状態でいくらセルフケアや、治療などを行っても一向に良くなることはありません。ですので日常生活動作から、まず力を抜くようにして生活をすることを心がけるといいでしょう。ではここから、日常生活動作での一番多い歩く、立つ、あとは座る、この動作について、改善点注意点などを、ご説明していきたいと思います。はい、ではこれから、変わらないようにするための日常生活動作についてご紹介していきたいと思います。注意点は3つあります。まず1つ目が、関節の動作を大きくするです。2つ目が、動作を早く、なるべく早くする。で、3つ目最後は、力を抜く。ここが一番大事になりますね。関節の動作が、小さくなってしまうということは、痛みを我慢したりとか、やっぱり関節変形してくると硬くなってきます。そうすると、痛み自体をかばうのに関節の動きが小さくなります。またかばうために、動作がゆっくりになっていってしまいます。そうすると筋肉の硬さが出やすくなってきます。で、最後の3つ目ですね、力をなるべく抜くですね。ここが一番大事で、筋肉の硬さが出さないためにも、なるべく力を抜いて生活することが重要になってきます。はい、ではまずは、座る時の、姿勢になります。お尻のところですね、こちらに座骨と言われるちょっと出っ張りがあるんですけど、こちらを探していただいて、そこに手を当てながらそのまま座ります。座った時にしっかりこう座骨に、重心が乗っているような状態で、手を離しましょう。この時に、重要になってくるのは肩の力を抜いてください。やっぱり痛み出てしまう方って力が入りやすいので肩がぐーっと上がりやすいので、ここをストンと抜くようにしていきます。で、力を抜くためにはまずしっかりグッと力を入れて背筋を伸ばします。この状態のまま、力をストンと抜いてあげてください。そうすると体全体の力が抜いてきます、抜けてきますので、この状態で座るようにしてください。で、ここから立ち上がりの動作についてなんですけど、やっぱり膝とか股関節痛みある方って重心がぐーっと前に行きながらこのままゆっくり立ち上がる方が多いんですけど、ゆっくり立ち上がると筋肉にすごく力が入ります。そうなってしまうと、結局ここですね、膝の関節、あとは股関節もそうなんですけど、ここに、関節と関節が密着するような、負荷がかかってしまいますので、ここが力が入らないように立ち上がることが重要になってきます。
その方法としては、ゆっくり立ち上がるのではなくて、目線を斜め上の方に向きながら足の裏全体で、床を蹴るように勢いをかけて立ち上がります。こうすることで股関節も膝関節もその筋肉に無駄な力が入らずに立ち上がることができます。もう一回やってみますね。このような形でやってみると、立ち上がり動作は負担なくできます。で、座る時も、立つ時と同じように、なるべく体の力を抜いた状態で、椅子に向かってお尻をストンと落としてあげてください。やっぱりこれも力が入った状態でゆっくり座るようにすると、太ももの筋肉、あとはお尻の筋肉、こういう部分に力が入ってしまって、筋肉の緊張が出やすいので、なるべく、椅子の位置しっかり確認をしてストンとお尻を落とすようにしてください。はい、では次は立った姿勢についてです。立った姿勢でやっぱり膝とか股関節痛み強い人ってすごく胸を張ったりとかしてしまって、体全体に力が入ってしまいます。ぐーっと力入った状態でいると結構お尻周りの筋肉とか、あとは背中の筋肉、こういう部分にも力が入ってしまいますので、先ほどの座った姿勢と同じように、肩の力を抜くようにぐーっと上げて、はい、ストンと落としてください。この状態で力がしっかり抜けてますので、ここを意識してください。でまた、立てる時に痛みが強い人っていうのはこう重心が前に行ってしまう方が多いです。ですので、これが前に行ってしまうと太ももの前側に力が入ってしまって、また先ほど力抜いた意味がなくなってしまいます。ですのでなるべくこう重心を真下に落とすようにしてください。イメージとしては、足の裏ですね、足の裏のつま先の方ではなくて、内くるぶしから真下に落ちたちょうどかかとの前側、ちょっと前ですね、ここに重心がしっかり乗るように意識をしていけるといいです。つま先重心だと前に行ってしまうのでこのようになってしまいますけど、かかとの前側の重心ですね、この辺りに重心を置くとしっかりまっすぐ立つことができます。ですのでここはしっかり意識してもらってください。はい、では最後に、歩く動作についてです。座る立つと違って歩くというのには動作動きがついてきます。痛みがある方はやっぱりこうゆっくりと動いてしまうんですよね。ちょっと体をかばうように曲げてしまって、その状態でゆっくりこう歩くような形になってきます。この状態ですと緩みが欲しい太ももの筋肉とかお尻の筋肉とかにも力が入ってしまって、結局力を抜いたことが無駄になってしまいます。ですのでここしっかり、抜くようにしてください。で一つ注意点がありまして、痛い方っていうのは恐る恐るやるんで腕を振らないです。ですので、なるべく歩くときは腕をしっかり振って勢いをつけて歩いてあげると、股関節、膝関節、ここにかかってくる負担が抜けてきます。しっかり腕を振って、歩くときもそうなんですけど、走ってるとき皆さんやったことがあるから分かると思うんですけど、腕を振りますよね。腕を振った方が勢いがついて速く走れます。ですので歩くときはなるべくゆっくり歩くんではなくて、勢いをつけて速く歩くようにするといいです。この、立つ、座る、歩く、この3つの注意点しっかり日常生活動作で、注意しながら生活することで関節にかかる負担が減ってきて、変形性関節症になるリスクが減らすことができます。皆さん難しいことではないので、日常生活の中で意識して生活をするといいですので、ぜひやってみてください。